はい、どうも、不明太郎です。今回ですけど、7月にですね、激アツイベントが開催、濃厚ということで、こちらに書いてあるんですけど、これ年末年始つむつむくじの画像なんですけども、サマーつむつむくじというものもありまして、それがですね、7月に開催するのが濃厚となっております。で、一応過去、7月と8月に登場してるんですけど、開催か。ただですね、去年とかはですね、去年とその前の年かな、は2年連続で7月に、開催されております。で、3年前が確か8月だったんですけど、そんな感じでですね、これですね、サマーつむつむくじ。はい。これが7月に、例年だと来てるというところで、来る可能性がありますよということで、初心者の方とか始めたばかりの方は、そのね、ところを知らない方が多いと思うんで、ちょっと解説していきたいなと思います。はい。で、また注意点もあるんですけど、そこに関してはですね、始まる直前とかにもですね、紹介しますので、そこも、ちょっと気になる方はぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。で、まずはね、軽く内容詳細を、はい、お話しするとですね、ここです。イベントなんですけど、これね、毎日5枚のくじが配られます。で、このくじは、ミッションをクリアして入手することができますよという、そんな内容ですね。もうちょっと大きくしようか。で、期間なんですけど、約ね、8日間。で、合計約40枚の、くじをゲットすることができます。で、これが宝くじ形式で、キャラクターと数字が揃うと当たりということで、これが火器というのがこれなんですけど、例えば1等だとミニの絵柄で、番号が、5349だと報酬が1000万コインという超豪華。で、2等でもね、100万コインで、ピグレットと下3桁が971だと100万コイン。で、3等はミッキーの下2桁が15だと10万コイン。で、4等だとピートの下1桁が、8だと3万コイン。で、5等はもうキャラクターだけあってればっていう感じで、デイジーだともう3000コインもらえますよというところですね。で、特別賞がティガーの1220で、これが全て合ってるとスキルチケット3枚というところになっております。っていう、超豪華報酬なんですけど、これがですね、開催される可能性があります。で、これはね、マジでスキチケ手に入れるのは結構難しいかもしれないんですけど、コインはね、めちゃくちゃ手に入りますよ。平均多分10万ぐらいは多分皆さん稼げるんじゃないかなと思うんで、三が日に向けての動画とか結構上げてると思うんですけど、そこの足しにかなり なると思いますので、はい。これはですね、必ず忘れずにやった方がいいです。はい。で、これね、毎日やらなきゃいけないんで、そこのね、注意点がね、あるんですけど、はい。そこ今話してもどうせ忘れてしまうんで、はい。開催されて、開催される直前にですね、そこのところは詳細にお話ししていきたいと思いますので、はい。よろしくお願いいたします。そんな感じで、ちょっと簡単ですけれども、短い動画でございましたが、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。